じゃあ警察から電話かかってきてるんですけど、大丈夫ですか？警察からかかってきてるんですけど、大丈夫ですか？さっき何待ってたわけ？そう、なんかこれ、はい、この市街局番、所沢っぽかねとか思って。所沢警察署ですね。そうですね。なんか今、はい、ヤフーで調べたんですよ、番号。はい。なんか所沢っぽくねとか思って。はい。これ大丈夫ですか？一応かけ直す方がいいんじゃないですか？かけ直した方がいいですよね。絶対。絶対に。はい。何でしょうか？うん。でも、はい、K さんはもう二度ともう警察とかに、はい、もうそういうことはないからって言ってるんですよね。そうですね。もうそういう。これは大丈夫なんですか？第三者からのやつなんですかね、わかんないけど。いや、わかんないですけど、まあ、話聞いてみる分には、なんだったんですか、みたいな。あと、音声とか多分これ、載せない方がいいと思います、ね。あ、了解です。ものに確認するって言ってたから、うん、マイク、マイク入れます。かけ直してくる感じですよ。あ、了解です。またかけ直し、またかけ直してきたら、あの、そうそうそう、マイク切るんで。うん。うん、どんな雰囲気でした、うん、いや、もう普通に、だからその、ああ、事務的な。部署が違うから、うん、それを調べてかけ直すっていう。うん。大丈夫これ。なるほど。うん、え、何かって言ってました？かは。いや、言ってないですね。うん。何かか聞いた方がいいですね。多分、それ、あれだと思います。その、違う部署だと思うんで、なんかその、はい。なんか把握してないみたいなこと言ってたから、わかんないですけど。なんか思い当たることあるんですか？思い当たること。なんすかね？何ですかね？いや、もう。なぜ警察から電話かかってくるのか、なんか思い当たることがあれば。思い当たることですか？うん。なんすかね？なんすかね？うん、あ、これそうか。はい。一回来て。はい、わかりました。
マジめんどくせえ。どういうことっすか？なんだ、うん。ところが警察に来てくださいって言われた。なんで来いって言われてるんですか？いや、だから多分、わかんないですよね。理由も話さず来い、とりあえず来いって言われたんですか？とりあえずまあ、そうっすね。行くんすか？いや、これ行くしかないじゃないですか。で、それでなんかまあ、どういうことなのかはまあ、あっちで説明するからみたいな。はい。これめんどくさいやつだ。これ絶対めんどくさいやつだ。これ めんどくさいやつでしょ。だって警察宛てにはならないって話なんじゃないですか、その警察官とは。まあ、そういう話なんですけど、うん、だもしかしたらなんですけど、第三者が言ったのかわかんない、うん、なんで断らなかったんですか。いや、だってなんか来てくださいって言われるから。いや、行きたくないですって言えばいいだけですよ。それ任意なんですかね。はい、大丈夫なんですかね、それ。いや、行きたかったら行きましょう。もう全然行っても行かなくてもいいですね。はい。だって、とにかく来いって言われたんですよね、理由もなく。まあ、とりあえず。で、行かなきゃって感じですか。まあ、一応行かなきゃって感じですか。あ、なるほど。じゃあ行きましょう。はい、うん。行きましょう。うん、これ、めんどくさいって絶対。全然いいっす。これはめんどくさい。これはめんどくさいぞ。まあまあ行きましょう。だから配信は多分もうできない。もうできないっすね。どう考えても。はい。まあ、絶対できないっすね。うん、僕、告白をしに行く配信で、警察に呼ばれる人初めてなんですけど、何があったんですか、一体。え、だから言ったじゃないですか。女性に告白すると、今、警察にちょっと署まで来いって言われる時代なの。そういう時代なんですよ、最先端なんで。まあ、告白っていうか、正確には近くの公園で待つなんですけど、ね、そうですよね、うん、全然わかんねえな。僕は呼ばれてないですよね。まあ、うん、ただなんか二人いるだろう、声が聞こえるだろうって言われて、はい、誰といるんだって言われて、まあ、はい、知り合いの配信者でって言ったら、うん、じゃあとりあえず来てとは言われて、うん、まあでも多分俺だけでいいんじゃないですか、わかんないですけど。まあまあそうですよね。はい、うん、グレーってなんで黒くしてんだよ、少し。どこがグレーなんだよ、俺の。ホワイトだろ、どう考えても。なんでちょっと色染めたんだよ。これはめんどいな。うん。しかも、ここまで来て60キロかけてきてっすよ。60、2時、3時間ぐらい。そうそう、ね。3時間走ってますよね。混んでたから多分3時間ぐらいかけてます。うん。まあ行くけど、うん、俺は、うん、あーすげえな、うん。
主犯と共謀とか、ちょっと待って、何の罪に問われるの、これは。これは何の罪に問われるの？俺全然状況がわかんないんだけど。何の罪なのこれは。これはどうなんすかね。どういうこと本当に。これめんどくさいな。本人見てんだろうなこれ配信。あ、でも、助けてくれるんじゃない？その K さんが。いや、アンチの通報ですって。私、そうっすか、どうなんだろう、これ。私、シンゴさんと、本当は好きなんですって、多分、いやでも来てくれる。本人なのかな、どうなんだろう。究極の愛。誤解ですって。でも、普通に考えたら本人からのか。だってさ、好きな人がいるって言ってさ、俺の一番最初の放送のタイムシフト見てよ。好きな人がいる。ほう。気になってる人がいる。で、悩んでる。いや、告白すればいいじゃないですか。どんな状況ってなった時に、いや、エッチしたこともあって、仲良くて、おう、そう、全然いけるじゃないですか。ってアカウントとかも、関信吾っていうコメント、アカウントで、一応、一回警察介入してるはいるんですよ。でも、その後、警察にはもう行かないとかつって、は言ってるんですけどね、もう、さらに、でしょ？俺のこと煽ったりはしたけど、うん、まあ。全然問題ないじゃん。なんで俺警察に行かないといけないの、俺ら。なんか、確かに面倒いですけど、どういうこと？全然状況がわからない。途中参加だからわからないんだけど。警察が介入するタイミングがわからないんだけど。大丈夫かな、これ。被害届？被害届出てるの？どうなんすかね。どうなんすかねってどういうこと？ちょっと待って待って待って。被害届が出てるの？いや、被害届つうか、一回何なんだ？あれはどういう？被害届なのかな、一回。え？まあ、そうっすよね。一応だって警察介入したって言ったじゃないですか。いや、被害届は、だから、出して、ね、え、どういうこと？被害届、あれは被害届だったのかなって、どういうこと？いや、なんか、その、なんつうんだろう、一回、そういうなんか、まあ、関わるな的なことを書かされたんですよ。念書書いてんの？書いてます、書いてます。ただ、それで、なんか、なんだろう、その後、本人が、その、もう別に警察には行かないし、って言ったんすけど、果たしてそこを警察が見てくれるかっていう。あとその、接見禁止命令？本人が会って、ああ、本人がなんかいろいろやってきたことも、そこが警察を説明して、なんか。え、念書書いてたらアウトっすよ。そうですよね。一回警察介入してるって言ったじゃないですか。いや、警察が介入してるっていうのと、念書書いてるのは全然次元が違う話でしょ。まあまあまあ、まあ、そうなんですけど。だから大丈夫なのかなって俺言ってたんですよ、ずっと。どう、じゃあ、警察は、だから、その、ああなんつうの、リアトツして、はあ、揉めて、警官が来て、はいはいはい、まあ、離れて、みたいな、今日は帰りなさい、みたいなイメージだった。ああでも、警察呼ばないよ、みたいな。はいはい、はい、ごめんね、みたいな、イメージだったの、俺は。なるほど。うん。何念書って。何、ね、一筆書いてるのこれはどうなんだろうな、なんでリスナーも教えねえの、お前らも。これはどうなるんだろう。共謀罪、おめえらだろ、知ってる奴ら。知ってたの、みんな。みんな行こうよ、行こうよじゃねえよ。お前ら知ってたの？被害届も出てんの？これは正直。警察がどうかわかんないな。
やば。うん。ここまで来て知らないよ。ここまで来て60キロでも3時間ぐらいかけましたもんね。しかも2人とも徹夜だ。そうですね。しかも関さんに至って運転してますからね。運転は別にいいですけど。おお。うどういうこと？うん。え？もう？うん？彼女は嫌いなのかな、慎吾さんのこと。だから言ってるじゃない。嫌いだって多分。いやでも好きとも言ってましたよ。なんか好きと嫌いがあるとは言ってましたけど。うん。好きと嫌いがある。うん。うん、その情報いる？その情報を先に与えた。その情報を事前に教えいる？その情報。それよりももっと重要な情報を伝えないとダメでしょ。やばいな、これ。これやばいのかな。警察がどこまで見てくれるか。こういうこと？うん。いや、笑うでしょ、こんなの。愛のキューピッドどころか共謀罪になってんだよ。俺、3時間4時間前、愛のキューピッドで俺恋愛実らせようと頑張ってたのに、今俺共謀犯扱いなんだよ。手のひら返しが半端じゃねえから。これはまずいっすね。どういうこと？うん。なんで共犯扱いなんだよ。これはまずいかね。所沢署突所沢署何かでした？いや、言ってなかったですね。言ってない、名乗ってなかった。売名成功じゃなくてさ、俺慎吾さんと会うのすげえ楽しみにしててさ、ヨシエさんにお土産も買ってきたんだけど、ヨシエさんにお土産買ってきたんだけど、これ腐るぞ。やばいっすね。やばいっすよ。自主も何もねえだろう。いや、これはめんどくさいやつだ。めんどくさいっすね。
それ着ていくんですか、警察。まあいいんじゃないですか、これで。もう別に何着てたって一緒ですよ、こんなの。そうっすね。なんで白衣着てんのって言われたらなんで答えるんですか。まあ配信してたからって。そこはじめ社長のくだり言わないんですか。そこはいらないじゃない。そこは省略していいと思うけど。すげえなー。進化すげえなー。俺の想像のはるか3つ4つ上を通過していく。すごいなぁ。これはまずいなぁ。すげぇなぁ。これはまずい。これまずいやつじゃないよ。大丈夫かな。あともう、疑問がいくつかあるんですよ。はいはいはい。うん。いっぱいあるんですよ。うん。あの疑問が。はい。なんで警察に来いって言われたら行くんですか。ああ。これ任意なんですかね。まあ、完全に任意ですね。任意ですかね。はい。任意なんで行かないですって言ってたんですか。まあその権利はあるはずなんですけど。ですよね。はい。行かない方がいいんですかね、じゃあ。いや、なぜ行こうと思ったのかが気になってるんですよ。後々めんどくさいことなんないですか。行く方がめんどくさいですよ、絶対。確かに確かに。うん。どんな感じだったんですか、その警察官の口調は。いや、もう今から来てみたいな。そうですね。わかりました。とにかく、あの、署でお話があるからって。署だから来てって一点張りですよ。はい、行きますか、じゃあ。これもう今日夜僕と慎吾さん両方とも配信なかったら留置所だと思って所沢署にいると思っていただいていいんですかね。リスナーさんにそうですか、ね、事前に言っといた方がいいですよね、これ。留置所やだよ。どうなるんだろう。ていうか何の罪なの。何さ。そうですね。前はな、何だよって言われたんですか、その罪名っていうか。まあ純粋にだからあれですよ。はい。まあ、付きまといとかそういうのをしちゃダメじゃないですか。え、付きまといをしたの慎吾さんは。まあ、付きまといはしてないですけど、はい、まあ、LINE をただめっちゃ送ったとか。はいはいはい。そんな感じです。え、ちょっと、内容は見ないんで、はい、ちょっとその LINE 見せてもらったりってできないですか。 LINE はちょっと恥ずかしすぎて見せられないですけど、たださっきチラッと見えたのはものすごいすっごい長文で返信が全くない LINE が、そうですね、100通ぐらい送っ、まあ大小、まあ、100通って言うけど、まあ、その返事は途中では返ってきてますよ。それで、まあ、ちょっとずつ一筆書いたのになんで LINE 送ってんすか。いや、なんかもう普通にあっちが煽ってきて、それでもう警察行かないって言ってたんで。あれ、ここってか、え、どこですかね。ここですかね。あ、しまった。はい、そう、所沢駅来ちゃってる。そうだ、こっちのナビ所沢にセットしたからか。はい、しまった、間違った。間違ったこっちじゃねえんだ。はい、所沢駅来ちゃったんですね。やっと着いたのに。あ、おしゃれ、所沢駅。ナビを間違った。え、なんで、はい、もう彼女と関わらないって警察に念を押されたのに、はい、サインもしたのに、はい、え、彼女は本当になんか
あれなんですか、今でも連絡取り合ってる仲なんですか、マジで。いや、だからその、うんうん、なんかいろいろちょっかい出してくるんですよ。ちょっかい、はい、どういうちょっかいですか。いや、言ったと思うんですけど、うん、はいはい、なんて言うんだろう、例えばなんか俺の名前で ID 取ったり、その Twitter とか。え、それ彼女だっていう確証あるんですか。いや、もう確実にそれは。なんでわかるんですか。いや、本人が言ってるから。これ、ああ、放送で言ってるから、はい、はいはいはい。とかなんか俺のなんか放送に違う別アカ作ってコメントしたりとか、はい、でなんかそれで、はい、なんでそんな警察にそんな一回やってんのに通報してんのにそんなことやるんだみたいな。はいはいはい、これいいですか。これちょっと新たな発展、新たな憶測が出てきたんですけど、はあ、からかわれてません、その K さんに。大正解です。そうだと思うんですけど、僕も。完全におもちゃにされてないですか。そうですね。でも好きなんですか。まあ好きです。じゃあ分かりました。じゃあ応援します。そんだけだね。じゃあとことん応援します。野田慎吾さんの味方です。大丈夫です。突っ張りましょう。はい、国家権力なんか怖くないですよ。突っ張りましょう。愛の力で突っ張りましょう。突っ張ります。分かりました。ありましょう。はい、うん。ケイちゃんに生き様見せましょう。ケイちゃんに。まだ僕が知っておいた方がいい情報ってないですか。もう全部情報大体掴んでる感じですか。まあそうですね。新しいなんかジョーカーとか出てこないですか。なんかハートのエースとか。いや、それはさすがに出てこない。出てこないですか。もう大丈夫ですか。か警官からなんか新しいカード出されたら僕びっくりしちゃうんで、はい、はい、手札はあらかじめ教えておいてください。いやでもこれ本人、まあでも本人の通報なのかな、多分。これ分かんないけど。いや、もう全然分かんないです。でも本人の通報だったらこれひどいよな。まあ俺もひどいけど、こっちもひどいけど。え、だって全然悪いことしてないじゃないですか。そうですね。だってもう警察で通報しないとか言っときながら、でそれでいてあれなんですよ。前、え、その、これ1回2回の話じゃないんですか。何回もこんなことになってるんですか。いや、これは1回なんですけど、はい、でそれ以外にも、はい、なんかとある配信者がいたんですよ、はい、まあ、パン粉とかもそうなんですけど、はい、パン粉と、はい、まあ、あと2人の配信者がいて、はい、で俺がその中の1人がめちゃめちゃ嫌いなんですよ。何ですか。まあ、受講生ってまた分かんないと思うんですけど、でそういうやつらはなんかパン粉とかがなんか俺ん家に勝手に来て、はい、でなんかこう俺ん家の目の前で PPAP とか踊ったりとか、ふざけて土下座したりとか、はいはいはい、でそんなんしてたんですけど、はい、でもこのね、この顔は、はい、あれですよ、それをこう自分でニコ生見ながら、はい、で俺がなんで来んだよって感じだったんですけど、はい、面白いじゃん、出てけばいいじゃんとかつって、おそんな感じだったんですよ。で大根さん家に、なんかその、パン粉とかが行った時も、まあ俺も笑ってましたけど、その顔も笑ってたんですよ。でも自分が来られたら、カオちゃんのちょっと顔見てみたいですけど。自分が来られたら警察ってどういうことだよ、マジで、本当に。どんだけ自分に甘く他人に厳しいんだよ、マジで。俺も悪いんですけど、自分だって散々煽ってきたくせにさ。ひらがなでカオですか。わかんないですけど、本人からの通報かわかんないですけど。どれだ。え、写真見たいんですけど、もうここまで来たら。でも好きなんですよ、好きです、ね。なんて検索したら顔写真出てくるんですか。え、普通にカオタンとか出てくるんですか。
カオタン。あ、でもカオタンじゃない、違うやつが出てきたな。どれだ。普通にありきたりな名前だから。完全にハニートラップにはめられてる感じがするんですけど。そうですね、うん、いやーでもひどい話だな、マジで。いや俺もひどいけど相手もひどいよね、これ本人の通報だとしたら。人が散々人ん家に来られ、勝手に来られた時は笑ってたくせに、あ、ありがとう、やられたらこれで、うん、これですか。うん、あ、見えました。もう散々煽ってきたくせにさ、うん、え、でも好きな気持ちは変わらない、うん、今好きですね。どんだけで、どんだけのやつか。やばいな。うん、うん、どこが好きなんですか。どこが好き。今聞きたいです。今あえて聞きたいです。何度も聞きましたけど、どこが好きなんですか。そうっすね、うん、まあ、めんどくさいとこが好きですよ。わかりました。そんなめんどくさいやつほっとけないじゃないですか。わかりました。その恋応援します。その恋叶えるまで応援します。僕ふわっちの和道は関慎吾の味方です。これはめんどくさいな。めんどくさいですね。あれ、なんかホーム局とかだから多分この辺ですよね。この辺ですよ、うん、多分あれかな、あれだ、多分あれっすね。じゃあ皆さん、多分48時間拘束、通称業界用語で4発というのを食らう可能性が非常に高いという噂です。4発を食らうとですね、接見禁止といって面会ができません。48時間、今日の夜放送がなかったら、我々32歳になる年、1985年と1984年生まれの、ST キー48なんですね。ですね。あの、ST キー。STK か。所沢警察署にいますので、STK48 になっちゃうんで、はい。あの、皆さんありがとうございました。お疲れ様です。アイテムありがとうございました。ちょっと、続報があるかもしれないんで、フォローしといてください。続報があるかもしれないので、フォローしておいてください。ありがとうございます。それでは皆さん、お疲れ様です。エンディング曲流します。
メント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。